まあ、風の影響で傘が壊れてしまっています。通勤時間帯の札幌、苫小牧でも函館でも、道内各地を今年一番の暴風雨が襲いました。風強くてびっくりしました。なんかこれ昨日買ったんですけど、もうなんか折れちゃって。あ、今傘差してなかったんですけど、もう諦めた。そうなんです。コースになっちゃうんで。ああ、なるほど。ダメです。札幌では午前4時半ごろ、最大瞬間風速 24.6 メートルを観測。朝の通勤時間帯、市民は傘の根元を持って飛ばされないように歩いています。こちらの建設中の建物を覆う金属製の足場は大きく道路側に倒れてきてしまっています。現在これ以上倒れないようにロープで応急処置がされています。こちらの木、強風の影響で根元から折れ、歩道を塞いでしまっています。札幌市内では工事中の足場の倒壊や倒木が相次ぎました。オホーツクの遠軽町でも午前11時半ごろ、強風の影響で木が倒れ、男性作業員2人が下敷きになり病院に運ばれました。影響は新千歳空港でも。強い風の中、滑走路では飛行機が着陸を諦めて急上昇していきました。午後1時現在、新千歳空港を発着する64便が欠航となっています。新千歳空港行きの JR が止まったということで、代替バスを待つ方、長い列ができています。強い雨風の中で待っているということで、皆さんとても寒そうです。 JR 千歳線は倒木が架線に引っかかった影響で午前9時半過ぎから運休が続きました。代替バスを待つ中、座り込んでしまう女性も。どれぐらい待ってるんですか？40分くらい前です。寒いですね。寒いですよね、はい。非常に風が強く吹いていて、電線も切れてしまっています。札幌では停電も発生。一時60戸が停電した白石区では、信号が消えて警察官が交通整理をしていました。中が暗くなった海産物店では、大量の氷を水槽の中に入れるなど対応に追われていました。停電からおよそ1時間半後、大丈夫ですか、ね、電気ついてる。電気つきました。よかったですね。開店時間遅らせましたけど、まあ、とりあえずは復旧したみたいなので、これから営業準備かけて、通常通り営業しようかなと思いますね。胆振や日高管内でも一時最大で3万5000戸が停電しました。今年一番の暴風雨。これまでに胆振管内を中心に多いところで24時間で100ミリを超える雨が降りました。夜にかけては日高や道東で強い雨が続く見通しで、土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に警戒が必要です。